こんにちは、サーヤです。今日はですね、私が最近買って良かったものとお気に入りをですね、紹介していきたいと思います。久しぶりにですね、デパコスを買ったんですけど、すごくいい下地をね、ゲットしたので、まずこちら。じゃじゃーん。クレドポーボーテのボワールルミーヌ、美白プレメイクアップ下地なんですけど、美白の、下地で SPF38 の PA3 プラスなんですけど、これ最近ほんと出たばっかりの下地で、肌をワントーン自然に明るく見せてくれるのもそうだし、美白成分が入っていて、白浮きするような感じでもなく、本当に綺麗に明るく見せてくれるような下地で、すごく気に入っています。見た目はちょっと、なんて言うんだろう。ピンクベージュっぽい感じの色にも見えるんですけど、すごい伸びもよくってくすみを飛ばして明るく見せてくれるような感じなので、こうつけてるのとつけてないのと比べると、こう自然にトーンアップしてくれているような感じで、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。顔の内側から外に向かってこう広げていくような感じで塗ってるんですけど、めちゃくちゃ綺麗だし、肌は滑らかに見せてくれるような感じなので、明るくなるのもそうだけど、すごい綺麗に見えるっていうのがとっても気に入っていますね。真っ白な感じじゃないので結構使いやすいと思います。その時に合わせて一緒に買ってこちらがですね、ファンデーションなんですけど、同じクレドポーのタンクッションエクラナチュレルで、私が買った色がピンクオークル00っていう色で、00っていうカラーが一番明るいんですけど、ピンク系と普通のオークルとあって、私はピンク系の方にしました。ジェルタイプのファンデーションなんですけど、私最近すごいクッションファンデめちゃくちゃ好きでよく使ってたんですけど、久しぶりにこの何クッションじゃなくてジェルの方使って、これもねまた肌がめっちゃ綺麗に見えるんです。パフはこんな感じで少し変わってるよね。ここがくぼんでるみたいな感じの形なんですけど、このパフもすごい使いやすいです。こうやって目の周りとかもこういう感じでフィットして、さっきこの下地を塗った方に塗ってみますね。これもすっごいカバー力があるかっていうと、割と自然な素肌っぽい、ね、仕上がりに見せてくれるようなファンデーションなんですけど、めっちゃ綺麗じゃない。仕上がりはセミマットな雰囲気なんですけど、素肌っぽく肌を綺麗に見せてくれて、崩れにくいし乾燥もしにくくて、密着力がね高くて綺麗な肌に見せてくれるので、とっても気に入ってます。私が使ってるカメラで、ピントがめちゃくちゃ合いやすくて気に入ってるカメラがあったんですけど、すごくみんなから不評だったので、ちょっと前のねカメラに戻したんですけど、こうやってやった時にさ、なんかさ、ピントが合いづらくてめっちゃ難しいんだよね。ごめんなさい。話が飛び飛びでごめんなさいね。これと、これを一緒に買ったんですけど、すごく気に入っています。じゃあお気に入りで。お気に入り、ちょっとまだコスメあるんですけど、先に続いてのお気に入りが、こちらでーす。iPhone ケースをですね、新しくしました。前使ってた iPhone ケースが、これなんですけど、そう、これね、よくね、どこのですかって聞かれたんですけど、このスマホリング。韓国雑貨の通販で買えるんですけど、韓国のそのキャラクターでクマちゃんのめちゃくちゃ可愛くて、私このね、クマがすごい好きで、他にもグッズ持ってるんですけど、別バージョン、クマちゃんがクマちゃんの被り物をしてるっていう可愛いクマを新しく買いました。このリングだけが韓国のもので、このケース自体はアマゾンで買ったんですけど、なんていう素材なんだろうな。これちょっとシリコンではないんだけど、シリコンだとこれくっつかないからツルツルのものなんですけど、ここの角のところとかにクッションがあって、落としたりしてもすごい衝撃吸収っていうかな、これ丈夫、まあ補修はできないけど、私的には結構何回落としてても結構丈夫な感じ。クリアのケースってどうしてもね、こうちょっとなんていうの、黄ばんでくるっていうのかな。そうで、これもだいぶ黄ばんじゃってて、すごいなんか焦げたと思うぐらいなんか黄ばんでくるんですよね。で、これ白いとこ当てたら分かるかな。結構なんかクリアでもさ、黄ばんでくるんですよね。このスマホリングがついてると落としづらいし持ちやすくてすごくいいのと、私が結構癖で小指で支えちゃうことがすごく多くて、なんかさ、スマホ指っていうのかな、なんか結構ここがなんかなんていうの、へこんできちゃう、タコができたりとかへこんできちゃう人がいるみたいなんですけど、私もなんかへこんできたんじゃねとか思ってそれでまあこれがあると小指も使わないのでいい感じで、あと私が結構気に入ってるのが
こうやってスタンド代わりにもなるので、 それも結構気に入ってて、でこのなんかモイムっていう通販サイトはこのクマちゃん以外にも結構他にも韓国のそういう雑貨のキャラクターのものとか、キャラクターじゃないのも多分あるんだけど、いくつかあったりして、すごいなんかゆるキャラみたいな感じで可愛らしい感じなので、子供っぽすぎない感じの、あの可愛いちょっとゆるっとしたね、いくつか種類があるので、ちょっと気になった方はぜひ見てください。こちらね、ボールペンなんですけど、最近ボールペンを使う機会が結構多くて、たまたま買ったボールペンがめちゃくちゃ書きやすかったので、ちょっとおすすめしたいなと思って紹介します。ジェットストリームっていうね、結構この種類のボールペン好きな方とっても多いみたいで、私がストーリー載せた時もジェットストリームしか勝たんっていう風にね言ってた子もいたんですけど、3色ボールペン で私3色ボールペンってなんかこうガタガタして書きづらいイメージがあったんですけど、なんかこう軸がブレて書きづらいってこともなく、インクもかすれにくいし、すごいなんか滑らかで書きやすかったので、ちょっとおすすめです。マットな感じがすごくおしゃれで可愛いんですよ。で色ももういくつか色があって、この色がですねグレージュっていうカラーなんですけど、ちょっとナチュラルな感じの色味で、こんなおしゃれな色あるんやと思ってね、すごい可愛いなと。であと、こういう3色ボールペンってやっぱり一番よく使うのが黒かなって思うんですけど、黒がこうなんか一番飛び出ててこう分かりやすいんですよね。青と赤はさこういう風になってるんだけど、黒が上なのですごい分かりやすいし使いやすい。引っ越しをして新しく買ったものの紹介しようかなと思って、結構お気に入りだったんですけど、タオルをね買い替えたんですけど、楽天のタオル直販店ヒオリエっていうところのショップの、バスタオルがホテルスタイルタオル、バスタオルで、これ4色セットで結構圧縮されて届くんですけど、開けて1回洗ってから使うのがいいかなと思うんだけど、4枚セットで5,200円でね、色もめっちゃいろんな色があるんですけど、私が買った色がモカっていうカラーです。思いのほかちょっと明るかったかなと思ったんですけど、私はお風呂上がりにこうやってして頭にタオルを乗せるので、私のタオルのこだわりがあんまり重たくないタオルがいいなっていうのと、でもペラペラの薄いのはあんまり好きじゃないので、程よい厚みもありつつ重たくないもので探してたんですけど、これがねすごく頭に乗せても重くないし、薄すぎず分厚すぎずっていう感じなのですごく良くて、なんかさたまにさホテルのさタオルとかだとさ、もう硬いし重たいし首凝っちゃうよっていうぐらいさ重たい分厚いタオルあるじゃん。ホテルスタイルっていう名前なんだけど、そういう硬さのやつとはちょっと違って普通に柔らかいし重たくない本当に。なのですごくお気に入りですね。ふんわり感あるでしょ。で続いてがこっちがのフェイスタオルなんですけど、同じヒオリエっていうお店で買ったんですけど、これが今治のタオルのリバースっていうやつで、普通のこういう長いタオルなんですけど、ちょっとね見るとこういう感じで縦線が入っているんですけど、吸水率と速乾っていう風に書いてあるタオルなんですよね。なんかこういうタオルは手拭きとか、まあ、顔拭いたりとかそういうので使うから、乾きやすいものがいいなと思って、あんまり分厚くないものがいいなと思ってこれにしました。なんか前に使ってたこういうフェイスタオルがすっごい分厚いので、ちょっとなんかあんまり乾きも良くなかったんですけど、これすごく乾きもいいしって感じで結構お気に入りです。さっきほど種類はないけど、これも結構ピンクとかラベンダーとかもあれば、ベージュとかグレーとかホワイト系もあります。で、私が買った色がモカっていう色ですね。こっちもこっちも一応モカなんですけど、色はちょっとね、全然違う感じ。1枚入りで600円ぐらいなんですけど、追加でこの間頼みましたね。すごいいい感じです。ベッドシーツをですね、新居に来て買いましたー。なんだかベッドの上であんまり寝ることがないんですけど、ルイちゃんがなんか今日もう本当にねずっとベッドの上でいるんですよね。もしかしてあなたももうベッドの気持ちよさを知ってしまったのかい。そうなのかい。あ、そうなの。はい、なんか私がさポツンって置いたみたいなんですけど、そうじゃなくて自ら好んでここにおります。柔らかいなんかこうガーゼっぽい肌当たりが優しいような素材なんですけど、枕カバーは一つしか付いてこないので別でもう1セット買いました。3点セットで売ってます。ボックスタイプのシーツですね。そう、このフリルがすごくね上品で可愛いんですよね。まずこちら
どでかいね、ローラーなんですけど、前髪のローラーですね。これを買ったのは、ちょっと前なんですけど、それまでこれでかすぎちゃって、私の前髪が短かったので、あんまり使えなかったんですよ。もうこんなになっちゃって、クイーンって。なっちゃって使えなかったんですけど、これは Q10 で買って、オリーブヤングの韓国のね、前髪ローラーなんですけど、これめっちゃでかいんだけど、前髪がちょっと長めの子におすすめで、私も今ね、前髪伸ばしててちょうどこのぐらいの長さなんですけど、これ巻いとくと、ちょっと根元がふわっと立ち上がってくれてて、勝手にこう流れる感じのベースの形が作りやすいのでとってもいいです。つけてるとね、アルとルイがなんだその頭についてるのはっていう顔で見るんだけど、そう、これ結構いいです。で、なんか引っかかりやすいので落ちてこないし、キープ力もいいので結構気に入ってますね。もう一つお気に入りの前髪アイテムがあって、でそれがこちらです。韓国の、これも Q10 で買ったんですけど、ハウムヘアロールブラシっていうやつで、私が買ったやつが 27mm のやつです。色はラベンダーが欲しかったんだけどなくって、ベージュ、チクチクとなんていうの、こういう毛がいっぱいついているようなブラシなんですけど、こうやってしてちょっとドライヤーで温めながらこうやってピューッってやると、ここがこうフワンってなるんですよね。それがすごい使いやすくって、で細さもちょうどいいんですよ。ガチッと絡め取ってくれるような感じ ですごいいいし、このね 27mm っていうこの絶妙な細さがここのカールにねすごくちょうどよくて、あとここ顔周りのところとかもこういう風に流しながらドライヤーで当てるだけでもすごい、これっていう癖がつきやすいのでとってとてもね、いいです。流れを作るのに、この毛流れを作るのにすごく使いやすくておすすめ。あと持ち手も結構長い、持ちやすいんですよね。こうなんかくにゃくにゃくにゃってなって握りやすいのですごく使いやすいし、なんか見た目もさ、なんかなんていうの、ナチュラルな感じで木の可愛いでしょ、ね、あともうちょっとね、ここがね長くなるとこういう風に立ち上げてやりたいんですけど、今すぐペタンってなっちゃうんですよね。これもですね、本当に最近発売されて、お気に入りの化粧水なんですけど、コスメデコルテのイドラクラリティ薬用トリートメントエッセンスウォーターという化粧水です。これめっちゃ見た目も可愛くないですか？ピンク色なんですけど、ピンクで、なんかすごい可愛い。みずみずしく透き通る美肌透の透明感で、隅々まで浸透し、肌荒れやニキビを防ぎ、ふっくらと弾む肌に導く薬用ローションなんですけど、肌荒れ系の化粧水でもすごいさっぱりっていうよりはちゃんと保湿してくれるような感じなので、乾燥肌の方も使いやすいと思います。なんかすごい肌が明るくなるような透明感のあるような感じのお肌になるし、化粧水自体は本当に水っぽいような感じなんですけど、馴染みもすごい良くてスーッと入るんですよ。で、香りもちょっとあって上品な感じの香りがするんですけど、もうすぐスーッと入っていきます。で、コスデコのやつは乳液先行なんですけど、今ちょっとまあそのまま化粧水塗っちゃったんですけど、塗ると肌が柔らかくなるし、で乳液先行なんで乳液塗ってからこれ塗ると余計に肌がやわもちって感じになってすごくいいです。塗るとこうなんかパーンって透明感。デパコス系のスキンケア買ったのすっごい久しぶりだったんですけど、めっちゃいい感じです。ちょっと赤くポツポツってあったのとかもだいぶ引いたし、あ、ちょっと隠れてるんですけど、ここにもね、ニキビできて、もうと思ってたけど、ここの赤みも引いてきて、すごい。続いてが、今年のトレンチコートを新しく買ったんですけど、フレイのトレンチを買いました。色はね、ベージュのカラーです。で、このトレンチが結構オーバーサイズのトレンチなので、私が買ったサイズが0っていう S サイズなんですけど、私153センチで S サイズでもちょっとオーバーな感じ、アウターワンサイズ上とか買ってる方でもぴったりぐらいで買ってもいいんじゃないかなって思います。で、これ腕がねキュッてなってて、そう、可愛いんですよ。カジュアル系にも合うし、可愛い系にも合うし、こう合わせやすくて可愛いです。なんか季節、その年によってはさ、春アウター出番ないんじゃないってぐらいすぐ夏になっちゃう時もあるけど、今年はなんだかんだで結構活躍してる気がしてて、このねトレンチもめっちゃお気に入りです。なんか1枚羽織るとちょっとかっこよくさ決まるから、こうオーバーでこういう風に広がるタイプなので、ちょっとね最初ごっつく見えるかなと思ったんだけど、でも意外と着てみると中のもの、厚手のもの着てもそんなになんかこうボンとならなくて
いい感じでした。じゃあ続いてのお気に入りがアミューズのティントです。でこれがマットのティントなんですけど、私が買ったカラーが03番と08番っていうくすみピンクとコーラルカラーっていう色味なんですけど、この2色をね合わせて使うのにめっちゃ気に入ってて今日も使っています。でなんかくすみピンクとコーラルって同じピンクでも結構両極端にあるようなちょっと正反対な色だと思うんですけど、それがなんか組み合わせるとめっちゃ可愛いんですよ。なんかマットなリップでも全然パサつかないし、唇もなんかふわっと見えて可愛くて、03番、コーラルピンクなんですけどほんのりこっちもベージュトーンな感じなので結構万能に使いやすいかな。このねくすみピンクの方は本当にブルベの方にぴったりな超可愛い色だと。なんかこういうくすみピンクのマット系ってちょっと唇の色悪く見えたりするものもあるんですけど、これはね全然そういう風に見えなくて可愛いですよ。私が最近気に入っているのがまずこの03番をベースで塗って、で縁とかこうやってぼかすんですよ。でこれぼかして塗るとなんか唇がぷっくりとボリュームアップしたような感じに見えて、塗った後こうやって唇の線をこうやってぼかすんですよ。ポテッとした感じに見えるのでそれがすっごいすごい可愛いの。このぼかして塗った上にこのピンクを中央からこう伸ばしていく感じで塗るとこんな風になります。それがめちゃくちゃ可愛くてお気に入りです。この縦じわに入った時に汚く見えにくいので、それがねすごくおすすめです。でティントなので色持ちもいいですし定着力も結構高くて、でマットなのでマスクの時もあんまり不快に感じにくくてとってもいいです。こちらのアイシャドウなんですけど、ミュードっていう韓国コスメでマスカラとかがね人気のコスメブランドのアイシャドウパレットをですね買いました。2色展開で私が買った色が01番のカラーなんですけど、めっちゃ可愛いですよ。02番はちょっとピンク系なんですけど、01番はこういった感じでくすみ系のパレットなんですけど、ほんのにちょっとピンクがかってる色とかちょっとなんかミルクティーっぽい感じの色とかがあって、すごい可愛いし、ラメ系とマット系とグリッターと、それぞれね質感の違ったアイシャドウが10色入ったパレットです。で私ね今日もこれ使ってるんですけど、ナチュラルメイクにもいいし、こういうちょっとキラキラとか足すと少しこう華やかな目元にもなって結構万能に使いやすいカラーかなと思います。はい、腕に出すとこんな感じです。すごいこうクリア感のあるようなキラキラっとしたラメでとっても可愛いです。うるつやっとした目元になってすごい可愛いし、このマットのカラーもふんわりとした色味なので柔らかい印象になってね、とっても可愛らしいパレットです。はい、というわけでさっきのお気に入りを今紹介し終わりました。こうやってねまとめてお気に入り紹介したのが久しぶりだったのでちょっと参考になったら嬉しいです。というわけで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画も撮ってみてね。バイバーイ。というわけでるいちゃんがずっとここに寝ておりました。バイバーイ。